今日はこのね、いっぱい買ったものだったり、これはママからもらったんだけど、ちょっと可愛すぎてやばい。やばい。これね、セフォーラだけじゃないんだけど、ちょっといろいろそういうのも話しながら紹介していきたいと思います。最近っていうかもう結構前からなんだけど、ずっと気になってたブランドがあって、シャンテカイユっていうブランドなんだけど、もうここのね、チーク、フェイスに塗る系のものが本当に全部可愛くて、もうとりあえずね、今回1個しか買ってないんだけど、一番気になってた、その1個を買ったのね。でね、これちょっとびっくりしたんだけど、届いて小さすぎた。でね、値段とかちょっと後からどっかに書いておきます、全部。もうね、これやばい。もうこれ、今まで出会ったコスメの中で一番可愛いっていうぐらい、本当に可愛い。見てこれ。これやばくない？超可愛い。蜂みたいになってるの。見えるかな？本当にこの蜂がめっちゃ欲しくてずっと狙ってたんだけど、とりあえず買いやすいサイトで見たことがなくて、どこに売ってるんだろうってそうずっと思ってて、とりあえずこれは日本のね、普通にアマゾンで買いました。ちょっと割高にはなるんだけど、とりあえず1個ゲットしたんだけど、あとね、蝶々も欲しい。500円玉よりはまあちょっと大きいかなっていうぐらい、ほんとちっちゃい。でも可愛い。インスタフォローしてるんだけど、ほんと可愛いからちょっと見てほしい。今度全部使ってメイクしていくので、ちょっとね、写真撮りたいから、スウォッチとかしなくていい？ごめんなさい。で、次に気になってたのが、このシャーロット・ティルブリーのアイシャドウのパレットと、ハイライトとブロンザーが入ったパレット。もうね、多分日本でも結構見ることが多いと思うんだけど、あ、日本で売ってるとかじゃなくて、そう、日本の美容系の YouTuber さんも使ってる人とか結構いると思うんだけど、超欲しかったの。結構前からね、知ってたっちゃ知ってたんだけど、ビクトリア・シークレットの去年のモデルたちのメイクに使われてて、あ、もう絶対買うって決めてて、でもまあなかなか買う機会がなく今に至っちゃったんだけど、そう、誕生日だったから買っちゃおうと思って、そう、買っちゃった。とりあえずアイシャドウのパレットね、これ色がこんな感じの、ちょっとピンクっぽくも見えるかもしれないけど、まあ、ピンク寄りのブラウンっていう感じ。すっごい使いやすい色、可愛すぎる。多分ピロートークっていう色が結構すごい人気で、その色はね、売り切れてて、でもピロートークよりもこの色がね、欲しいなと思ったから、とりあえずこれを使うのがめちゃめちゃ楽しみ。可愛い。で、これもシャーロット・ティルブリーの、なんかもうね、このなんていうの、箱もめちゃめちゃ可愛い。はぁ、可愛すぎ。次、これがね、ブロンザーとハイライトのパレットなんだけど、これもね、もうパッケージから超可愛いんだけど、こんな感じ。ハイライトとブロンザーが入ったパレット。もうこれもね、本当に欲しいなと思ってて、買っちゃった。で、次、このローラメルシエのルースセッティングパウダー。これはね、もう日本でも超人気だと思うんだけど、パウダーをずっと探してて、プレストされてるパウダーの方が好きなんだけど、なんかね、しっくりすごい欲しいなっていうものがなくて、だからね、ずっと気になってたローラメルシエのパウダーを、これはね、ママがプレゼントでくれました。で、一緒に選びに行って、そう、買ったんだけど、とりあえずね、めっちゃ人気だし、これはずっと気になってはいたから、使うのめっちゃ楽しみ。これから夏でね、ほんと崩れるから、崩れないといいなって感じ。もう欲しかったものばっかり買えて本当に幸せ。やばい。で、次ね、このナターシャ・デノーナって読むのかな？ちょっと、色じゃない、ブランドの読み方がわからないんだけど、ちっちゃいサイズの、このね、アイシャドウパレットを買ってみました。この色味がすごい可愛くて、使いやすそうだなと思って、ブラウンとすっごいキラキラな、絶対綺麗なラメだよね、これ。が入ってたり、あとはね、もう濃いめの色で、目尻とかに置きやすい色も入ってたり、このね、ナターシャ・デノナも気になってて、大きいサイズはめちゃめちゃ高いし、大きいパレットって結局、なんか使わない色が出ちゃったりするのが最近ね、あれで、なんかちっちゃいので十分だなって思ってたりして、そう、これを買ってみました。で、これね、セフォラで買ったんだけど、セフォラがなんかね、4つしか買えなくて、なぜかわかんないけど、4つ以上入れるとなんかね、エラーみたいなのが出て買えなくて、ビューティーリッシュでシャーロット・ティルブリー買って、アマゾンでシャンテカイユを買って、
でセフォラで今から紹介するものたちを買ったんだけど、そう4つしか買えなくて、本当はねもっといっぱい欲しいのあったんだけど、とりあえずこれね。でね、セフォラにシャーロットティルブリーとかもあったんだけど、多分日本に発送できなかったと思う。それはそれでね、また違うエラーが出たから、多分日本にね発送してくれない。で次ね、もうこれ夏に向けて絶対使えるもの、アナスタシアビバリーヒルズの、やばい、見える、見えるかな、このねキラッキラなラメが入ってるんだけど、こういうねボディオイルみたいなやつがトムフォードにあって、ずっと気になってたんだけど、そんなに出番ないもので、なんかめちゃめちゃ1万いくらだっけな、高くてちょっとずっと迷ってて、でセフォラ見てて、このアナスタシアのやつが結構安くて、本当はなんかインスタとかで見てて、なんだっけな、パトリックタみたいな感じのブランドのやつもすごい気になってたんだけど、それもちょっと高くて、これよりはこのサイズ感もねそんなに使うものじゃないし、ちょうどいいなと思ったのと、普通にアナスタシアも好きだからこれを買ってみました。これはねまだつけたことないから、ちょっとつけてみようかな。やばい、めちゃめちゃ綺麗なんだけど、ちょっと待って、超甘い、いい匂いする、甘い、いい匂いする、ふっ、あれ手が滑る、手が汗で滑る、あー、ちょっと待って、なんかギラギラすぎ、どうすればいいかな、手で伸ばしていいと思う、どう変わった、とりあえずこのね全身に水着着て、あのボディオイル塗りたいなと思って買ってみたんだけど、あやばいね、絶対綺麗な気がする。これもね、これが欲しかったっていうわけじゃないけど、あのボディのキラキラ欲しかったから買ってみました。でもめっちゃ綺麗だよ、多分ね、あんまり見えないけど、あーもう全部可愛い、マジでやばい。次、このフダビューティー、初フダビューティー、やばい、手めっちゃ滑るんだけど、このリップセットの多分新しいものだと思う。前のやつはクリアのケースじゃなかったと思う。1個はグロスなのかと思ってたら、多分どっちもマットだと思う。どんな色だろうね。あ、絶対可愛い、絶対可愛い、ミュウが多分好きな感じな、今度使いたいと思います。このリップもね、大きすぎずちっちゃすぎず、いい感じ、持ち歩きにいい感じで、最後このフェンティー、そう本当は大きいサイズ欲しかったんだけど、なぜかあのカートに入れられなかったから、急遽ねちっちゃいやつになっちゃったんだけど、意外にちっちゃくない気がする。さっきのあの、さっきのこのさ、シャンテカイユがこれ原品サイズなのにちっちゃすぎるからそう感じるのかわかんないけど、やっぱ熱い。よく考えたらちっちゃいわ、これでちっちゃいって感じるんだもんね。かわいい、かわいすぎる、マジで。で、あとこのねグロスもずっと欲しかったから、とりあえずセットでゲットできたから使ってみたいと思います。じゃあ次ね、このママにもらったシャネルたちをちょっと開けてみようと思います。これね、みんな何かもう知っちゃってるんだけど、とりあえずね1個開けるね。たらん、わかった、もうかわいい。シャネルのめっちゃフレッシュな赤だよね、これ。このねポリッシュ、シャネルのポリッシュがすっごく好きで、そうママがねミュウが好きなのを知ってるから、プレゼントでミュウマニキュアがめっちゃ欲しかったからいっぱい買ってくれました。まずねこの634番ってやつと、一個一個袋を分けて買ってくれるのめっちゃ可愛くない？次何色でしょうか。ブルーみたいな、紫みたいな色だ。705番のオープンエアーっていう色、めっちゃ可愛い、この絶妙な色、めっちゃ可愛い、この色も黄色、マジ可愛い。592番の色になります。やばい、3つ揃うとマジで可愛いんだけど、やばい、超可愛い。もう本当にね、シャネルのポリッシュめっちゃ塗りやすくて、乾くのも早くて、すっごいおすすめです。もう何よりもただただ可愛い。でね、最後の1個だけなぜか大きいんだよね。じゃーん、見えるかな、除光液、ピンク色の除光液。こんな可愛い除光液使えないよね、普通にいつも使ってるセザンヌでやる除光液はさすがに使ったことなくて、まさか除光液までくれるとは思ってなかった。めっちゃ可愛い、マジでシャネルって本当に可愛すぎる。でね、最後にちょっと海外コスメとか、なんかちょっとデパコスとはまた別な感じになるんだけど、スキンケアと
あとね、リップが1本あるんだけど、このスキンケアたちがエトボスのものになります。エトボスのモイスチャライジングローション、こんな感じのパッケージの、これがセラミドが配合されてる、まあ、保湿がしっかり結構される感じのものになります。あと次これ、エトボスの薬用ホワイトニングクリアセラムっていうやつ。これはね、シミとかそばかすとか、まあ、ニキビ跡とかだよね。確かね、ビタミン C 系のだって言ってた気がする。まあ、こんな感じのものだったり。で、最後にね、このエトボスのモイスチャライジングクリームっていう保湿クリーム。この保湿クリームもあります。全部、これもね、ママと一緒に買い物をしてる時に、ママもね、塗ってもらってたんだけど、もうね、やばい、塗った瞬間、毛穴がキュッて、もう、左右で、その場で見てわかるくらい、本当に変わってて、びっくり。でね、値段もそこまですっごい高いわけじゃなくて、で、エトボスは多分結構、肌に優しいブランドで有名だと思うんだけど、そう、とりあえずこれも買ってみたのと、モーブピンクっていうエトボスのミネラルリッププランパー。このプランパーは、ディオールのやつみたいにカプサイシンが入ってるわけではなくて、こんな感じね、ピリピリする感じとかではなくて、すごい保湿されるっていう風に言ってて、美容液でありながら色もちゃんとつけれるっていう感じ。とりあえず初エトボス、初のもの結構多いね。エトボスもこんな感じ。とりあえず今日の購入品はこんな感じでした。ほんとね、もうずっと気になってたこのシャンテカイユと、このね、シャーロット・ティルブリーのパレット、もう見てるだけでね、もう可愛すぎるし、絶対使ってないけど絶対いいから。このね、シャンテカイユとか知らない人もしかしたらいるかもしれないし、そう、Amazon の買ったリンクとか貼っておいたり、まあ、全部買えるサイト見つけたら書いておくので、気になったものがあったらね、チェックしてみてください。で、このコスメたちを使ってメイクもするので、ぜひ、するのでって言っちゃってるけど、見たい人はグッドボタンお願いします。じゃあそんな感じで今日も見ていただきありがとうございました。この動画が面白かったら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録とインスタグラムのフォローもよろしくお願いします。じゃあバイバーイ。